ああ、家政婦、ご苦労さん。準備はちゃんとできたのか。まあ、当然準備ができていることが当たり前だけど、お前はむしろ俺に感謝しろよ。じゃあさっさと荷ほどきを済ませておけよ。俺は手伝わない。母さんたちと一緒に飯でも行ってくれ。終わったらスマホに連絡しろよ。わかったな。あら、荷ほどきなんて必要ないでしょ。だってあなたの荷物はここにないんだから。私の名前は香織、32歳の主婦だ。夫のケントとは結婚して3年になる。ケントと私が出会ったのは共通の友人が主催したホームパーティーだった。仕事帰りになんとなく誘われて参加したそのパーティーで、彼と初めて言葉を交わした。お互いの職業や趣味の話をしているうちに、自然と会話が弾み、すぐに打ち解けることができた。ケントはその時からとても社交的で人懐っこい印象を与えてくれた。彼が働いている会社は私の職場と近かったこともあり、仕事の後に食事をする機会が増えた。彼は話し上手で、何でもない日常のことでも、ユーモアを交えて楽しく話してくれる。仕事で疲れていた私にとって、ケントとの会話は心の癒しとなり、次第に彼と一緒に過ごす時間が増えていった。初めてデートに誘われたのは、彼がよく行くというカフェだった。こじんまりとした落ち着いた雰囲気の店で、彼のおすすめのコーヒーを飲みながら、将来の夢や子供の頃の思い出について話した。その日、私たちはお互いの価値観や考え方が驚くほど似ていることに気づき、一気に距離が縮まった。その後もケントは私が仕事で忙しい時でもさりげなくサポートしてくれるようになった。遅くまで働いている時は差し入れを持ってきてくれたり、励ましのメッセージを送ってくれたりもした。そんな彼の優しさが感じられる行動に、私はますます彼に惹かれていったのだ。私たちが正式に付き合い始めたのは、初めて出会ってから3ヶ月後のこと。ある週末、彼は私を特別なレストランに連れて行き、ディナーを楽しんだ後、夜景の見える場所で告白してくれた。彼の真剣な眼差しと、自分を大切に思ってくれる言葉に心を打たれ、私はその場で付き合うことを承諾した。付き合い始めてからのケントはいつも私を気遣い、愛情を注いでくれた。週末にはドライブに出かけたり、一緒に料理を作ったりと、二人で過ごす時間がとても楽しく感じられた。彼は私にとって信頼できるパートナーであり、将来を共にする相手だと確信していた。そして、付き合ってから1年が経った頃、ケントは私にプロポーズしてくれて結婚することに。結婚式は家族や友人たちに祝福されながら、アットホームな雰囲気で行われた。私たちは新しい生活をスタートさせ、お互いに支え合いながら幸せな日々を過ごすつもりだった。しかし、結婚してしばらく経つと、ケントの態度が少しずつ変わり始めた。仕事が忙しいと頻繁に言うようになり、家に帰る時間が遅くなることが増えていった。最初はただの疲れだと思っていたが、次第に彼の行動には違和感が生じ、私たちの関係に微妙な亀裂が入り始めたのだった。そして、そんな違和感はやがて確信に変わっていく。ケントは徐々に私を見下すような態度を取り始めた。最初は小さなことからだった。私が何か意見を述べると、君にはわからないだろうと鼻で笑い、あたかも私の考えなど無価値であるかのように否定する。
家の中での役割分担もいつの間にか彼の指示通りに従わなければならないという暗黙のルールが出来上がっていた。ケントの高圧的な態度はエスカレートしていった。彼は次第に私をコントロールしようとし、私が少しでも反論しようものなら、俺がいなければお前は何もできないだろうと言い放ち、私を黙らせた。外出の許可を求めるかのように行動を報告しなければならず、家の中でさえ自由を感じられなくなっていった。彼はさらに私が家事をすることを当然だと思い始め、感謝の言葉など一切口にしなくなった。私が少しでも手を抜くと、家政婦としての仕事もまともにできないのか、と嫌味を言い、私を責め立てる。家の中の空気は重く、ケンタが帰宅するたびに私は緊張し、彼の機嫌を伺うようになっていた。やがて、ケントは私を完全に従わせようとし始めた。私が少しでも反抗的な態度を見せると、離婚するぞ、という言葉をちらつかせ、私に恐怖を植え付けるのだ。彼の言葉は私の心を蝕み、私は次第に自己価値を失っていった。私が結婚生活に期待していた愛情や支え合いはどこへ消えてしまったのか。そんな疑問を抱きながらも、私は日々の生活に耐え続けるしかなかった。こうしてケントとの結婚生活は、私にとって苦痛と恐怖の連続へと変わっていった。彼の支配から逃れる術を見つけられず、私はただ耐えることしかできなかった。しかし、心の奥底では、いつかこの状況を打破しなければならないという思いがくすぶり続けていた。そしてそれから半年ほどが経った頃、事態が動き出した。香織、両親と一緒に住むことが決まったから、一週間以内に引っ越しの準備をしろ。もちろん全部お前がやるんだ。これは決定事項だ。文句は許さない。嫌なら離婚でも構わないからな。ノートパソコンを触っていた私に、夫のケントが強圧的に命じた。いきなり全ての準備を私に押し付けるつもりか。そもそも同居の話なんて一度も聞いていない。義両親が同居を了承しているということは、また夫が自分の親を騙したに違いない。一週間ね。それで十分よ、ケント。楽しみにしてて。ああ?そんなにあっさり受け入れるなんて意外だな。いつもなら大慌てでみっともない醜態を晒すのに。よっぽど俺と離婚したくないんだな。在宅ワークしかできないお前は、俺がいないと生きていけないだろう。だから俺にすがるしかないんだよ。毎日毎日、嫌味ばかり。もううんざりだ。適当に従ったふりで笑顔を作ってみせると、夫は満足げににやりと笑い、出張へ向かっていった。一人になった私は、体を震わせながら笑った。夫は何も気づいていない。私はすべてを知っているのに。ケント、あなたは必ず後悔することになるわよ。そう。私は夫に復讐する準備を進めていた。とあることがきっかけで彼を地獄に陥れる算段がついたのだ。それから一週間後、引っ越しの日がやってきた。夫の指示通り、私は一週間で家の荷物を整理し、不要なものはすべて処分し、完璧に準備を終えた。夫はまだ出張から帰っておらず、電話もない。完全に丸投げされたが、それが私には都合が良かった。新居の前で待っていると、
義両親が先に到着した。いつも通り優しい笑顔を浮かべている。香織さん、一緒に住むことを決めてくれてありがとう。あなたのような優しい嫁がいると本当に心強いわ。私もお母さんたちのこといつも頼りにしています。お互い助け合っていけたらいいですね。彼らの笑顔を見ていると自然と心が和む。本当に素晴らしいのはこの義両親だ。だからこそ彼らを裏切っている夫が許せない。同居自体は苦にはならない。この二人とならきっとうまくやっていけるだろう。しかしそんな穏やかな生活は夫がいると無理だ。義両親には申し訳ないが、夫との決着をつけなければならない。立ち話もなんですし、中に入りましょう。ケントもすぐに来るでしょうから。私は義両親を家の中に案内した。目の前に広がる 5LDK は、以前住んでいた家よりもずっと広く、4人で暮らすには十分すぎる空間だ。夫が私に何も相談せず、初めからこの同居を見越して家を選んでいたのだと改めて実感し、苛立ちが募る。絶対に夫の思い通りにはさせない。そう決意しながら奥歯を強く噛みしめた。その時、夫からメッセージが届いた。もうすぐ着く。二人きりになるチャンスを作ってくれてありがとう。心の中で皮肉を込めて微笑み、義両親には少し待っていてほしいと伝え、私は家の前で待機した。数分後、夫が到着。彼の顔には笑みが浮かんでいたが、その笑顔には不気味さが滲んでいた。ああ、家政婦、ご苦労さん。準備はちゃんとできたのか。まあ、当然準備ができていることが当たり前だけど、お前はむしろ俺に感謝しろよ。俺がいなかったら、お前はこんないい家に住めないんだからな。確かに立派な家ね。でも、ちょっと広すぎる気がするんだけど。4人で暮らすんだ。これぐらい普通だろ。そんなことより、これからはお前に休む暇なんてないぞ。家のことは全部お前がやるんだ。父さんと母さんに少しでも逆らったら離婚だ。俺に口答えしても離婚。捨てられたくなければ死ぬ気で働けよ、家政婦。彼は自分が私を服従できていると信じているようだが、私はこれまでと同じように従うつもりはない。このままでは私はただの家政婦、いや、奴隷のままだ。だから私は自分の手で全てを変えるつもりだ。じゃあさっさと荷ほどきを済ませておけよ。俺は手伝わない。母さんたちと一緒に飯でも行ってくる。終わったらスマホに連絡しろよ。わかったな。あら、荷ほどきなんて必要ないでしょ。だってあなたの荷物はここにはないんだから。は？今なんて言った？俺の荷物がない？一体どういうことだ？あなたの荷物は別の場所に送ったの。おい、香織、俺を舐めてんのか？意味不明なことを言って俺を困らせるな。別の場所に送ったなんて馬鹿げてる。どこまで無能なんだお前は。言われたこともまともにできないなんて使えないやつだな。夫が突然大声を上げたとき、私は一瞬ビクッとしたが、それがかえって私にとって好都合だった。私の反抗的な態度に夫の声はますます大きくなっていく。いつもなら夫の言いなりだったけれど、今日は違う。夫に対する反撃のために私はすでに手を打っている。しかし私を家政婦としか見ていない夫にはそのことに気づくことはできないだろう。
夫は周囲を気にせず声を張り上げ続け、それが響いて義両親が新居から出てきた。おいおい、二人とも何があったんだ。家の中まで丸ぎ声だぞ。そうよ、喧嘩なんてやめなさい。引っ越し当日に何をしてるの。ご近所に聞こえてしまうわ。夫の顔を見ると、さっきまで怒鳴っていたとは思えないほど作り笑いが張り付いていた。夫にとって嘘をつくことは呼吸するのと同じように自然なことなのだろう。ああ、ごめんごめん。なんかさ、香織が突然おかしなことを言い出してさ、俺の荷物がここにはないとか、そんなこと。夫は肩をすくめ、呆れたような仕草で義両親に説明した。明らかに状況がおかしい私たち夫婦と夫の荷物がないという事実に義両親は困惑している様子だった。義両親には本当に申し訳ないと思っているが、彼らには夫の本性を知ってもらわなければならない。一旦全員で家の中に入り、私は義両親に真実を告げることにした。実はケントの荷物は彼の浮気相手の家に送りました。その言葉に義両親は驚き、信じられないという顔をして夫に問い詰めた。ケント、浮気相手ってどういうこと？お前浮気をしてるのか？俺もさっぱりわからないよ。香織、何急におかしなことを言ってるんだよ。母さんたちも信じないでくれよ。当然、夫は浮気を否定し、義両親を丸め込もうとする。しかし、その冷静さは内心の焦りを隠そうとする演技だと私は知っていた。その様子だと、私があなたの荷物を浮気相手の家に送ったことを信じていないようね。でも、これは本当のことよ。あなたが全部一人でやれと言ったから、私は言われた通りにしただけ。送る先は私の自由じゃない。何を言ってんだ。俺に浮気相手なんていないし、荷物を送り間違えたくらいでそんなにムキになることじゃないだろ。ごまかさないで。さっきあんなに大声で私に怒鳴ってたくせに。夫は普段私が逆らわないのに、今日だけは食ってかかるので動揺していた。私は夫をさらに追い込むため、あるものを取り出した。ケント、段ボールにまだ入りそうだったから、キッズ服を送っておいたわ。隠し子がいるんだからありがたいでしょ。彼は2歳だから見つけやすいようにしておいたわ。もちろん、元払いで手配したから、お金は後で請求するわ。その言葉に場の空気が一気に冷え込み、静まり返った。浮気だけでなく、隠し子という言葉が出たことで、夫も義両親も驚きの表情を隠せない様子だ。特に夫は私を凝視し、自分が何を知られているのか恐怖している様子が見て取れた。か、隠し子だって？浮気だけじゃなく、子供までいるのか、ケント。本当なのか？いやいや、父さん、隠し子なんていないよ。そもそも浮気なんてしていない。香織が何か勘違いしているだけだ。夫は平静を装っているが、その目の奥には混乱が見え隠れしている。今、私はただ事実を述べただけだ。義両親は信じられないかもしれないが、夫には私の言葉が深く刺さっているだろう。さらに夫を問い詰めるため、私は次の手を打つことにした。今回の新居への引っ越しやお二人との同居について、ケントは私に何の相談もせず、自分一人で決めていたんです。私がそのことを知ったのは、たった1週間前のことです。なんだって、二人で相談して決めたと俺たちは聞いていたが、どういうことだ？ケントが自分勝手に決めたことなんです。
もし逆らったら離婚だと脅されていたので。義両親は全てが夫の独断で決まったことだと知り困惑していた。一方で夫は冷静を装い、その場を乗り切ろうとしていた。香織、急に何を言い出すんだ。俺たちはこれまでうまくやってきただろ。何か誤解してるだけだ。落ち着いて話し合おう。誤解？落ち着いて話し合おうって？あなたは一体何を言ってるの？うまくいってたなんて絶対にありえない。お父さんお母さん、これを見てください。私は準備していたノートパソコンを取り出し、義両親に画面を見せた。そこには私と夫の姿が映っており、音声もはっきりと聞こえてくる。義両親の顔はみるみる青ざめ、言葉を失っていた。ガオリ、両親と同居することが決まったから一週間で引っ越しの準備をしろ。もちろん全部お前がやるんだ。これは決定事項だ。文句は許さない。嫌なら離婚でも構わない。一週間ね。それで十分よ。ケント、楽しみにしてて。これは一週間前に撮影された会話の記録だ。あの日、夫は私が在宅ワークをしていると思っていたようだが、実際には私は隠しカメラを設置し、その内容がきちんと記録されているか確認していたのだ。夫が嫁いびりをしていることは誰が見ても明白だった。なんだこれ。いつの間にこんなものを撮ったんだ。半年前くらいかな。他にもまだあるよ。見てみる？その映像には、夫が普段から私を家政婦のように扱っている様子が映っていた。嘘を平気でつく夫には確固たる証拠が必要だった。私は事実で夫を追い詰めるためにこの作戦を用意していたのだ。ずっと我慢してきた夫から解放されるために今日という日を迎えたのだ。ケント、あんた一体自分の妻に何をしてるの？香織さんが話していたことは全部本当だったんじゃないか。これからどう責任を取るつもりだ。答えろ。義両親も本当は信じたくない気持ちがあっただろうが、明確な証拠が映像として残っている以上、信じざるを得なかった。確かに、動画に映ってるのは俺だ。香織に対して少し言い過ぎたかもしれない。でも、香織を傷つける意図はなかったんだ。本当だ。信じてくれ。今更そんなことを言われてもね。どうやって信じろって言うの？それに、浮気や隠し子については何か言い訳はあるの？浮気なんてしてないし、隠し子もいない。香織が勘違いしてるだけだ。夫がどう取り繕おうと、こちらにはすでに十分な証拠が揃っている。そう。じゃあこれを見てから同じことが言えるかしら。私は封筒を取り出し、中に入っているものを夫と義両親に見せた。それは夫と浮気相手が密会している写真の山。数えきれないほどの写真があり、どれを見ても夫の浮気が明らかだった。こんなの嘘だろ。夫は写真を見て固まっている。今までバレていないとでも思っていたのか。もう言い訳の余地はなかった。夫が私を家政婦のように扱い始めたのは約2年前から。その頃から仕事を理由に家に帰ることが減っていた。そんな変化に不信を抱き、私は夫を監視することにしたのだ。そしてある日、夫の浮気を疑う決定的な証拠をつかんだというわけだ。夫は浮気をしている人間の典型的な怪しい行動をよくとっていた。そして私は夫が出張に出る日を狙い、彼の尾行を決定したのだ。そこで見たのは浮気相手とイチャつく夫の姿。出張なんて嘘で、浮気旅行に行っていただけだった。しかも
二人の間には小さな子供もいた。その瞬間、夫に対するわずかに残っていた愛情が瞬く間に消え去っていくのを感じた。そして決意した。この男を絶対に懲らしめてやると。さらに調査を進め、更新所に依頼して分かったのは、浮気相手が同じ会社の女性社員で、しかも彼女には子供がいるという事実だった。本当に笑えない話だ。もう全てを知っているのだから、言い逃れは無駄よ。素直に全部認めて謝罪し、責任を取ってもらうわ。俺たち全員を欺いていたんだな、ケント。お前は取り返しのつかないことをしている。その自覚があるのか？本当に情けないわ。こんな素晴らしい嫁を悲しませるなんて、一体何が不満だったんだ。納得のいく説明をしなさい。義両親は夫に対して怒り心頭。二人とも顔を真っ赤にして、今にも血管が切れそうな勢いだ。私を守ろうとしてくれていることが伝わってきた。義両親が優しい人たちであることを改めて実感した。しかし、夫は黙り込んで何も言えない。もうこの状況を覆すことはできないと夫自身も悟っているのだろう。ところが、次の夫の言葉で、その思いが完全に覆されることになる。ああ、もう疲れた。すべてどうでもよくなった。父さん、母さん、全部話すよ。香りをいびっていたのは、離婚させるためだったんだ。夫はもはや本性を隠すこともなく、開き直った態度をとった。焦りも罪悪感も感じさせない。薄笑いを浮かべた夫の表情が私には恐ろしく感じられた。まるでリビングでくつろいでいるかのような、あまりにも状況にそぐわない緩い空気感が漂っていた。浮気なんて最初は遊びだった。でもユキコが妊娠したことを知って本気になったんだ。その後彼女が子供を産んで今に至る。だから香りを捨てて新しい家族を選んだ。俺から離婚を切り出そうとも考えたけど、慰謝料を払いたくなかったんだ。俺の口癖だったろ、俺に逆らうな、嫌なら離婚しろって。お前を追い詰めて離婚してくださいって言わせたかったんだよ。でもお前はしぶとかったな。そして夫は不思議とそれが楽しくなってきたと言い放った。まるでゲームをしているかのような感覚だったと。負けるわけにはいかないとでも思っていたらしい。私は夫の計画に気づいていたが、彼の口から真実を聞くと本当にクズな男だと改めて感じた。ゲームのように楽しんでいたなんて吐き気がする。今まで散々嘘をついていた夫だが、これが本音なのだろう。久しぶりに聞いた本音がこれだとは、呆れるしかない。私を見くびっていたのね。どうせバレないと思っていたんでしょう。だって、私を無能と決めつけていたんだから。ああ。なんで今回はこんなに鋭かったんだろうね。もう少し注意深くしておけばよかったな。そしたらもっと楽しめたかもしれないのに。夫は私に嫌味しか言わない。ヘラヘラした態度に私の怒りは限界に達しようとしていた。だからこれでゲームは終わりだ。慰謝料を払ってやるからさっさと離婚してくれ。俺はユキコと一緒に新しい人生を始めるよ。彼女と一緒にいる方が何倍も楽しいからな。あなたに言われなくても喜んでそうするわ。覚悟しておいて。私は冷たく言い放ち、夫の言葉に応じた。覚悟？金を払うだけの話だろ。それに、
浮気される方が悪いんだ。お前がもっと魅力的な女だったら俺も浮気なんてしなかった。実際俺が浮気したのはお前のせいだ。俺こそが被害者だ。その瞬間、ギフが夫に激しくつかみかかり、夫の体が揺さぶられた。何が被害者だ、何がゲームだ。かおりさんはお前のおもちゃじゃないんだぞ。お前が楽しければそれでいいのか。お前の人生をやり直すのは勝手だが、かおりさんにはかおりさんの人生があるんだ。彼女を巻き込むな。かおりさんがどれだけ苦しんだか少しでも考えたことがあるのか。ケント、私たちの育て方が間違っていたんだろうね。だから私たちにも責任はあるかもしれないわ。でも今からでも遅くないから、立ち止まって自分を見つめ直しなさい。このままじゃ人生をやり直すどころか終わりを迎えることになるわよ。まずは謝罪して自分が間違っていたと認めなさい。夫はどうしようもない最低な人間だ。それに比べて義両親は本当に優しくて正義感の強い人たちだ。たとえ親であっても彼らには責任はない。夫が自らの意思で全てを決めたのだから、その罰を受けるのは彼自身だ。お父さん、お母さん、ありがとうございます。でも私は大丈夫です。謝罪なんて必要ありません。ケントが非を認めることはないでしょうし。義両親は怒りと悲しみで震えていたが、私の言葉を聞いて静かにうなずいてくれた。心配そうに私を見つめていたが、心配する必要はない。私は全てを知っているのだから。私は夫と向き合い、これからのことを確認した。今日で私たちは終わりにする。慰謝料はきっちり払ってもらうから、それでいいわよね。ああ、もちろんだ。俺が離婚届を準備してやるよ。感謝しろよな。いや、その必要はない。はい、これをどうぞ。私は夫の前に記入済みの離婚届を差し出した。この日のためにすでに準備していたものだ。へえ、もう準備してあったのか。手間が省けて助かるよ。最後の最後で役に立ったな。当然でしょう。私がこの日のためにどれだけ準備してきたと思ってるの。ちなみに私の荷物は新しい家に送る手配をしてあるわ。あなたの荷物はユキコさんに送ってもらうから。夫はヘラヘラと笑いながら離婚届にサインした。これでようやくこの結婚生活に終止符を打てるのだと実感した。じゃあ明日出しに行くから。ああ、あとはよろしくな。ケント、お前は最後まで人をバカにし続けるつもりか。もうお前とは絶縁だ。お前がこんな非常識なやつだとは思わなかった。絶縁？そんなの大歓迎だ。老後の世話をしなくて済むってことだろう。最高じゃないか。この新居でユキコと子供と幸せに暮らすよ。だから今すぐ出て行け。俺に関わるな。夫はニヤニヤしながら私たちにそう言い放った。私一人ならまだしも、義両親にまで感謝の気持ちを持たずここまでひどいことを言うなんて。こんな男と結婚してしまった自分に改めて失望した。私は義両親と共にその家を出ることになった。こんなことになって本当にすみません。お二人に絶縁までさせてしまって。でもまさかケントがお父さんたちにまであんな態度を取るなんて。かおりさんが謝る必要なんて全くないわ。謝らなきゃいけないのは私たちの方よ。うちのバカ息子が迷惑をかけて本当に申し訳ない。もう息子でもないけどね。かおりさん、本当にすまなかった。この通りだ。義両親は夫に代わって私に深く頭を下げて謝ってくれた。
でも二人が謝る必要なんてない。お二人とも顔を上げてください。悪いのはすべてケントです。でも私にも責任があります。こうなる前にお二人に相談しておくべきでした。いいえ、そんなこと相談するのは難しいわよ。他人ならなおさらね。よく一人で頑張ったわ。私たちはもう家族ではなくなってしまうけど、いつまでも香織さんの味方だから、何かあったらいつでも頼ってちょうだい。こんな素敵な義両親からどうして夫のような人間が生まれたのか。義母の優しい言葉に思わず涙がこぼれそうになった。ただケントがこのまま謝罪もせずに幸せになるなんて絶対に許せない。ああ、それなら安心してください。彼は今回のことで必ず後悔することになりますから。これは決まった未来です。私はこれから起こることを想像し、自然と微笑んだ。翌日、私はスマホを手にしていた。夫であるケントから何度も着信があり、仕方なく応じると、彼は興奮した様子で話し始めた。やっと繋がった。俺、あいつに騙されていたんだよ。昨日、ユキコの家に行ったんだ。荷物もあったし、今後のことを話そうと思って。そしたら、マンションのゴミ捨て場に俺の荷物が捨てられてたんだ。どういうことかと思って急いで部屋に行ったら、知らない男がいて、俺の女に手を出すんじゃねえって言うんだ。慌てて逃げ帰ったよ。どうやらその男がユキコの本命らしいんだ。要するにユキコさんにとってあなたはただの遊び相手だったってことね。しかも荷物はゴミ捨て場行きだったなんてかわいそうに。ま、私は全部知ってたけど、ユキコさんから話を聞いていたからね。それは私がケントの浮気相手であるユキコを突き止め、直接話をしに行った時のこと。ユキコにとってケントは遊びの相手に過ぎなかったらしい。ただ彼女はケントが既婚者だとは知らなかった。ケントが本気になりすぎていて、別れるのに困っていたようだ。私が突撃した時の彼女の反応からも、既婚者であることは知らなかったのは確かだ。そしてユキコは私が妻であることを知り怖くなったのか、これまでの経緯をすべて話してくれた。夫の会社での様子や関係が始まった経緯、付き合い始めてからのことなど。そして彼女はケントとの関係を清算し、今後は一切関わらないことを約束したのだ。ねえケント、一つだけ訂正があるわ。あなたに隠し子がいるって言ったこと、あれは嘘よ。ユキコさんの子供はあなたのじゃない。本命の男との子供なの。え？嘘だろ。そんなはずは。ちゃんと調べるべきだったわね。ちなみにユキコさんには DNA 鑑定もしてもらったわ。それが真実よ。信じるかどうかはあなた次第だけど、今やあなたに残されたものは何もない。それだけは確かよ。じゃあ、なんでその時に言ってくれなかったんだよ。言ってくれたら、あいつとは別れて、お前と離婚もしなくて済んだのに。みんなであの家に住んでうまくいってたじゃないか。あなたバカなの？あなたに言う必要なんてないでしょ。だって、痛い目を見てもらいたかったんだから。それに、言ったところであなたは信じなかったでしょうし。そもそも、私があなたと結婚生活を続けるメリットがどこにあるの？メリットならたくさんあるだろ。俺が稼いでやる。それでお前は幸せになれるんだから。少し考えればわかるだろ。俺とやり直せばいいんだ。私は心の底から呆れ、軽蔑の気持ちが湧き上がった。自分が浮気した時は言い訳ばかりで私のせいにしていたくせに、今度は自分が浮気されたと知ると急に被害者面だ。そして最後には俺とやり直せだと。
世の中が自分を中心に回っているとでも思っているのか。これほど自己中心的な言葉はまさにケントのためにあるようなものだ。こんな男に遠慮する余地など微塵もない。お金のためにあなたとやり直すなんてまっぴらごめんよ。別にあなたがいなくても私は生きていけるし、一人での生活なら在宅ワークでなんとかなるし、それに実家に帰るしね。そこで貯金しながらさらに仕事を増やしていくわ。むしろあなたのような家事が何もできない大きな子供の子守をしなくて済む分、心身ともに楽だわ。そんな言い方。俺はユキコに騙された被害者だぞ。そんなに怒る必要があるか？あなたが言ってたでしょ。浮気される方が悪い、騙される方が悪いって。その言葉、そっくりそのまま返すわ。本気で俺を見捨てるのか？俺、一人になっちまうじゃないか。助けてくれよ。離婚届はまだ出してないだろ。当然出してるわよ。だから私たちはもう他人よ。それに私が許せないのは、あなたが自分の両親を騙し続けてきたこと。二人の忠告も無視して好き放題やってたくせに、何様のつもりなの？自分で一人になったくせに笑わせないで。ケントが沈黙したのを確認して私は電話を切った。ケントとの電話を切った後、私は深く息をついた。まるで重い鎖が外れたかのような解放感に包まれた。長い間彼に支配されていた心も体も今は自由だ。私はこれまでの自分を振り返り、少しずつ失われていた自己を取り戻す決意を固めた。その後ケントは新居で一人孤独に暮らしているらしい。会社にもいられなくなり、自主退職をしてバイトをしているという。ケントからのメッセージは日に日にしつこくなり、謝罪と後悔の言葉が並んでいたが、私の心はもう揺るがなかった。彼がどれだけ取り繕おうと、私の中で彼への信頼や愛情は完全に消え去っていた。慰謝料も無事に振り込まれ、私はケントとの関係をすべて終わらせることができた。最後に彼の連絡先をブロックし、過去を完全に断ち切った。その後、私は実家に戻り、家族の温かい支えの中で再出発を果たした。実家で過ごすうちに、私は自分のペースで生活を取り戻し、在宅ワークも順調に軌道に乗っていた。新しいクライアントとの仕事が増え、少しずつ貯金も増えている。心の余裕が生まれ、趣味や友人との時間も楽しめるようになった。そして何よりも大きかったのは、私が自分自身の力で幸せを築いていけるという確信だった。ケントの存在がなくても私は強く生きていける。それを実感できたことが私にとっての本当の勝利だった。彼に振り回される日々はもう二度と戻ってこない。やがて私は新しい目標を持つようになった。それは自分の経験を生かして同じように苦しんでいる人たちをサポートすることだ。私は自分の経験をブログや SNS で発信し、同じような状況にいる女性たちに勇気と希望を与えたいと思った。少しずつ反響があり、多くの人が私の言葉に共感してくれるようになった。過去の傷は消えないが、その傷を乗り越えた私には新しい人生が待っていた。家族や友人たちの支えに感謝しながら、私は未来に向けて歩き始めている。今では過去の出来事も私を成長させるための試練だったと受け止めることができる。ケントとの結婚生活は終わったが、私の人生はこれからだ。自分自身を大切にし、愛する人たちと共に笑顔で過ごせる日々が続くことを心から願っている。
これからの人生は自分の手で幸せをつかみ取っていくと決めた。私の物語はここから新たに始まるのだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。なんか赤ちゃんの泣き声が聞こない？え？ちょっと怖いこと言わないでよ。夫が急にそんなことを言い出すので私は恐怖で震えた。いやでも聞こえるって、玄関の方からだ。そう言って玄関へと向かう夫。私も慌ててついていくと確かに声が聞こえる。夫が玄関を開けると、なんとそこにはカゴ型のクーファンがあり、その中に赤ちゃんが入っていて泣いていたのだ。私と夫は慌てて赤ちゃんを家の中に入れた。一体誰が置いていったのだろうか。すると夫がとあることに気づいた。この子もしかして。私の名前は香織、28歳の会社員だ。夫の翔太とは結婚して3年が経つ。私たちはとても仲が良くて、結婚して3年が経ってもラブラブだった。夫はとても優しくて、共働きだからと家事もしっかり分担してくれる。本当にいい夫という以前にいい男性で、私のことをものすごく大事にしてくれる。あれ、今日って何か記念日だったっけ？ああ、このお花のこと。香織に似合いそうだったから買ってきたんだ。もうすぐ料理もできるよ。ありがとう。あ、今日は揚げ物かな。チキン南蛮だよ。やった、私の好物だ。すぐ着替えてくるね。夫は料理が得意で、夫が担当の時はすごく美味しいご飯が出てくる。だから私はいつも夫が料理の時は楽しみで仕方ない。休みの日は一緒に掃除や洗濯をして、ご飯はちょっとサボって簡単なものにして、映画を見たりゆったり過ごすようにしている。連休の時は旅行に行ったりもするし、そんな風に私たちはとても楽しい結婚生活を送っていた。お互いのことをリスペクトしているし、いいところも悪いところもあって当然と思いながら、価値観の違いも受け入れられているので、すごくリラックスした状態で毎日過ごせている。きっとこれからも私たちは仲のいい幸せな夫婦でいられるだろう。それは間違いないのだが、私には少しだけ悩みがあった。その悩みというのは義士の存在だ。義士の美里は意地悪というか、私に対して敵対心を向けてくる人で、私は彼女からの嫁いびりみたいなものに悩まされていた。最初のいびりは結婚後に初めてお正月に義実家に行った時だった。香織さんって結婚したのに働いてるの？そうしないと生活できない感じ？義士はそんな風にいきなり私のことをバカにしてきた。私は仕事が好きなので働いてるんです。ああ、もしかしてキャリアウーマン気取ってるとか？そういうの寒いからやめた方がいいよ。女が出世とか絶対できないし、出産とかしたら仕事休むから会社に迷惑かかるじゃん。私みたいに専業主婦になった方がいいわよ。義士は外資系で働く旦那さんがおり、給料がかなり高いため働いていないそうだ。だから専業主婦というのはお金持ちだからなれるという認識らしい。そのため共働きの私たちをバカにしてくるのだ。別に女性が働きたいから働いているのは今の時代普通だと思うが、義士からすると私は負け組に入るらしい。姉ちゃん、その凝り固まった先入観で話を決めつけるのやめてくれよ。香織は毎日楽しそうに働いているんだから。働くのが楽しいってどういう感覚？変態すぎるでしょ。こら美里、人はみんなそれぞれ違う価値観を持ってるんだ。自分だけが正しいみたいな言い方はするんじゃないよ。はいはい、分かったわよ。まったく、どうしてみんな私じゃなくこの女の味方をするの？義士はそうやってため息をつきながらおせちをつまんだ。義両親と夫が私をサポートしてくれて助かった。だが義士は周りが私をフォローしたことが気に食わなかったようだ。それからも顔を合わせるたびに私のことをいびってきた。あら、香織さんって服のセンスないのね。そんなダサいもの私着れないわ。あ、そっか、安物しか買えないのか。私は働かなくても高級ブランド買えるから、いいものしか手に入らないのよね。常連だからお店の人にも顔を覚えられているのよ。あ、はあ、
そうですか。義士はいかに自分が金持ちであるかを自慢してくる。私は別に今の自分の生活に満足しているので、あまり羨ましいとは思わない。私が悔しそうな反応をしないのが義士は気に入らないのだろう。毎回私と会うたびに次はどういびろうか考えている感じだ。去年なんかは私たちが住んでいる家のことをバカにしてきた。私と夫は私の親が譲ってくれた一軒家で暮らしている。私の親は田舎での生活をしたいと言って、おじ夫婦が暮らす地方に引っ越して、おじ夫婦の農業を手伝うようになった。そのため東京にある自分たちの家を私たちにくれたのだ。あんたたちの家は古臭いボロい一軒家じゃない。私は旦那が買ってくれた高級タワマンに住んでるから天と地の差ね。そう言ってマウントを取ってくる義士、何かにつけて私を罵倒しないと気が済まないらしい。私はいつも適当に聞き流していたし、夫は義両親がその度に義士を注意してくれるので特に気にしていなかった。だが夫と結婚してから3年ほどが経ったつい最近のこと、義士は私にこんないびりをするようになったのだ。香織さんっていつになったら子供を産むの？あ、もしかして不妊かしら？え？子供ができないからだとかかわいそう。そうやって決めつけるのはやめてくれませんか？私が言い返すと義士はニヤッと笑った。あれあれ、いつもなら聞き流すのに今日は反抗してくるのね。図星ってことかしら？わかりやすい人。私はさすがに義士の言葉が許せなかった。というのも、結婚してから私と夫はずっと子供が欲しいと思っていたからだ。だから子作りには励んできたし、妊活とかも頑張っていた。夫は焦らず自然に妊娠をするのを待とうと言ってくれたが、私は自分が不妊なんじゃないかと少し不安になっていた。そんな時に義士からそうやって言われたから、ちょっと感情的になってしまったのだ。私が珍しく表情を変えたので、義士は意地悪にも私を不妊だといじるようになった。長男の嫁なのに子供が産めないなんてひどいわね。っていうかそんな嫁をもらった翔太がかわいそう。そんなこと言う美里さんも子供はいないじゃないですか。私は子供を作るつもりはないのよ。ま、夫も海外出張が多いし、来年からは2年間も海外に単身赴任だから作る暇もないしね。作らない選択を取っているのと、作りたくても作れないというのはだいぶ違いがあるでしょ。私とあなたを一緒にしないでちょうだい。そうやって言って高笑いをする義士。これほどまでに義士をうざいと思ったことはない。私は一気に義士のことが嫌いになった。姉ちゃん、いい加減にしろよ。子供が欲しいのになかなかできない夫婦の辛い気持ちをどうして分かってくれないんだ。そういう優しさや思いやりに欠けたところ本当にひどいと思うよ。何よ、私に優しさがないっていうの？そうね、あなたは人のことを思いやれない人に育ってしまったわ。そういう子に育ててしまったのは我々の責任だな。香織さん、すまない。バカな娘があなたを傷つけてしまって。信じられない。実の娘の私を寄ってたかって責めて他人の女の味方をするってわけ？どう見ても悪いのはお前だろ。そうよ。それに香織さんは私たちのことをとても大事にしてくれる可愛いお嫁さんよ。俺の大事な妻を傷つけるのは姉ちゃんだとしても許さないよ。ふん、もういいわよ。私二度と実家には帰らないから。義士はそう言って怒って帰っていった。義士がいなくなると義両親と夫が私に謝罪をしてくれた。だが私にとってはそうやってみんなが私の味方をしてくれただけですごく嬉しかった。義両親と夫がここまで私のことを大事にしてくれるなら、たとえ子供ができなくても幸せだと思った。そして義士は本当に義実家に来なくなった。そのため私も義士と会わずに済んだ。それからしばらく平和で穏やかな日々を過ごしていた。だがある日、とんでもない出来事が起きたのだった。その日は休日で雨がよく降っている日だった。私と夫は家でゆっくりと過ごしていたのだが、夫がいきなりこんなことを言い出したのだ。なんか赤ちゃんの泣き声が聞こえない？え？ちょっと怖いこと言わないでよ。夫が急にそんなことを言い出すので、私は恐怖で震えた。私たちはテレビを見ていたのだが、テレビには別に赤ちゃんが映ったりはしていない。だから夫による幻聴かと思った。いや、でも聞こえるって、玄関の方からだ。そう言って玄関へと向かう夫。
私も慌ててついていくと確かに声が聞こえる。本当だ、外に赤ちゃんがいるのかな。夫が玄関を開けると、なんとそこにはカゴ型のクーファンがあり、その中に赤ちゃんが入っていて泣いていたのだ。大変、すぐに家の中に入れなきゃ。私と夫は慌てて赤ちゃんを家の中に入れた。一体誰が置いていったのだろうか。幸い玄関には屋根があって濡れてはいなかったのだが、赤ちゃんはとても寒そうにしていた。私たちはすぐに部屋を暖かくした。どうしよう、警察に通報する？誰の子かわからない状態でここで保護するわけにもいかない。すると夫がとあることに気づいた。あれ、なんかクーファンの中に紙がある。そこには娘をよろしくお願いねという文字が書いてあった。どうやらこの子は女の子らしい。この子、もしかして。夫は紙の字を見ながらこんなことを言った。姉ちゃんの子供かも。え？どうしてそんなことが言えるの？この字がめっちゃ姉ちゃんの字に見えるんだよ。多分姉ちゃんがこの子を身勝手に置いていったんじゃないかと思う。そんな。私たちはすぐに義母に電話をした。すると義両親がすぐに家にやってきた。義母は赤ちゃんを見ると泣きそうになりながら抱き上げた。母さん、何か知ってるのか？実は。義母は私たちに子供について驚きの事実を報告してくれた。つい数日前に義母が日中に家にいる時に義士がいきなりやってきたらしい。しかもその手には赤ちゃんが。どういうことか聞くと赤ちゃんが生まれたと義士は言った。だが義士の旦那は現在海外赴任中だ。だから子供は義士の旦那の子供ではない可能性が高い。義士は不倫をしていてその男性との子だと思ったそうだ。そして子供の存在が旦那さんにバレると不倫による慰謝料を請求されてしまうと思い、義母に子供を預かってほしいと頼んだそうだ。義母はその無責任な発言に怒り、義士に自分で責任を持ちなさいと叱った。すると義士は逆切れし、もういいと言って子供を連れて帰っていったそうだ。だが結局自分でどうにかできなくなり、私たちの家に勝手に置いたのだろう。私も夫も義士のことが許せなかった。無責任にも程がある。私はこの子を預かろうとしたが、義両親がそれを止めた。私たちが育てる？あなたたちにはまだまだ子供が生まれる可能性があるんだから。そう言って義両親は子供を連れて帰っていった。それから私と夫は定期的に義実家を訪ねるようにし、子供の世話を手伝った。姪っ子はすくすくと成長し、とてもいい子に育っている。ハイハイもするし、よく食べるし、最近はちょっとずつ歩けるようにもなっている。そしてあっという間に月日が流れていき、義士が子供を置いていってから1年が経った。するといきなり義士が私たちの家を訪ねてきたのだ。ね、姉ちゃん、どうしたんだよ急に。久しぶりね、赤ちゃんを迎えに来たわ。当たり前のようにそうやって言ってきた義士。私たちは義士に怒りを感じながらもとぼけてやった。赤ちゃんって？はあ？だからあなたたちに預けた赤ちゃんのことよ。俺たち姉ちゃんに赤ちゃんを預かってなんかいないだろ。一体何の話をしてるんだ？だから玄関前に置いておいたじゃないのよ。え？あれって姉ちゃんの子供だったの？そうよ、早く赤ちゃんを出して。あなたたちが育ててるんでしょ？そんなこと言われても姉ちゃんの子だなんて知らなかったから、もう警察に引き渡したよ。え？それじゃあ今あの子はどこにいるの？さあ、児童養護施設にでも引き取られてるんじゃないかな。何やってるのよ、娘をよろしくって書き置きまでしたのに。姉ちゃんの子供だなんて知らなかったんだから仕方ないだろ。それじゃあ子供は？俺たちは知らないって言ってるだろ。義士はみるみる顔が青くなっていった。そんな。だいたい自分で捨てていったとして、なんで今更迎えに来たんだ？私と夫は義士がこんな行動に出た理由が知りたかった。すると義士はありえないことを言い出した。あの子が旦那の子だってことが分かったのよ。はあ？どうして確証できるんだ？っていうか旦那さんの子じゃないの？私たちは義士から話は聞いていたが、知らないふりをした。あの子は不倫相手の子だと思ってたの。だから旦那にバレないようにあなたたちに預けて知らんぷりをしようと思ってたの。それで海外旅行に？
ええ、だって旦那は海外赴任をしてて日本には帰ってこないから。私は不倫相手と東南アジアのバリ島に行って優雅に過ごしていたの。それでなんで不倫相手の子じゃないって分かったんだよ。それが、不倫相手が不妊だってことが分かって。だから旦那の子供で間違いないってことなの。なるほど。それでなんで今更子供を迎えに来たんだ。血が繋がっているのなら、あの子の養育費をもらえるでしょ？は？私と夫はとことん呆れてしまった。つまり義士は子供を出しにして旦那さんから金を巻き上げるつもりだったのだ。最低だな。本当に姉ちゃんは人として終わってるよ。うるさいわね。私だって生きるのに必死なのよ。とにかくあの子を旦那に渡して生活費を回収しなきゃいけないの。本当に最低だなと思った。わかったよ。それじゃああの子がどこにいるのか教える。どこにいるのよ。実家で母さんたちが育ててるよ。え？それならそうと早く言いなさいよ。警察に引き渡しただなんて適当なこと言わないで。義士はワーギャー騒ぎながら義実家へ連れて行けと言ったので、私たちは車で義実家へと向かった。義両親には事前に LINE で連絡を取っており、義士と向かっていることも伝えた。そして義実家に着くと義士は急いで居間に向かった。だがそこにいたのは義士の旦那さんだ。あなた、なんでここに？全部聞いたぞ、お前がしてきたこと。あなた、海外に行ってるんじゃなかったの？お母さんから連絡が入ってな、お前のことを聞いていたんだ。それから会社にお願いをして、日本の本社に移動させてもらった。そして、定期的に子供に会いに来ながら、お前が尻尾を見せるのを待っていたんだ。ようやく姿を現したな。不倫による慰謝料と離婚を要求するから覚悟しておけよ。それはちょっと。私お金ないっていうか。そんなことは知らない。働けばいいだけだろう。でも子供の親権は母親である私が持つべきじゃない。不倫をしたのはお前だ。赤子を置いて逃げていったのもお前だ。そんな奴に親権が取れると思うか。それに俺は今実家に暮らしている。だから子育ては俺の親に協力してもらえるんだ。誰がどう見ても俺が親権をもらうべきだと思うが。それはミサト、もう観念しなさい。あなたは人として最低なことをしたの。そのことを反省して償うべきよ。そんな。義士はその場に膝から崩れ落ちた。そして旦那さんと離婚することになり、親権も取られ、慰謝料も請求された。義士は不倫相手と一緒になろうとしたが、不倫相手は慰謝料を支払った途端に行方をくらましたそうだ。また当然だが、私たちも義両親も義士とは縁を切った。そのため義士は誰も頼ることができず、現在はボロいアパートに住みながら必死になって借金を返す日々を送っているらしい。ちなみに元旦那さんはたまに義実家を訪ねてくれて、義両親や私たちに子供を見せに来てくれる。元旦那さんの元で子供はすくすくと成長しているようで、とても可愛らしい。そして嬉しいことに、つい最近私も妊娠をした。変に期待せずに日々を楽しく過ごしていたらできたので、やはりあまり思い詰めない方がいいようだ。子供が生まれたら夫と一緒にとても大事に育てようと思う。そして義両親にも孫の顔を見せて、義士の元旦那さんの子供とも交流を持って家族仲良く楽しい日々を過ごしたいなと思っている。赤ちゃんを置いて去っていくなんて最低ですね。下手したら命を落としていたかもしれないじゃないですか。義士にはもっと重い罰を与えてもよかったのではないかと思います。主さん夫婦は子供ができてよかったですね。これからも夫婦仲良く、義両親とも仲良くしながら幸せな日々を送ってくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。